第2回目を迎えました、あやいアーティスティックファクトリー。この番組は楽曲制作団体兼音楽レーベルのあやいファクトリーがお送りする音楽バラエティ番組となっております。よそでは絶対に見られないアーティストの深い部分とかコアな部分を、深いところまでさらけ出すということで、基本あやいファクトリーから CD をリリースしたアーティスト、アイドル、声優などがメインとなってたっぷり1時間お届けする番組となっております。じゃあ早速自己紹介をしたいと思います。私から行くんですけれども、あやいファクトリーの代表で、私もシンガーソングライターとしても活動しております、あやい夏子と申します。よろしくお願いします。シンガーソングライター全力ぴょんぴょんガールの有坂恵美です。よろしくお願いします。どうも、誰やねん、あやいファクトリーの誰やねん。どうも、あやいファクトリーの IKKO さんこと天宮にゃおです。どうも。なにわこちアイドルの藤原ともみです。よろしくお願いします。以上のメンバーでお送りいたします。この番組はツイッターとも連動しておりまして、リアルタイムでコメントを私たちに、伝えることができます。番組のハッシュタグはですね、シャープあやいファクトリー、シャープ AYAIFACTRY あやいファクトリーとなっておりますので、あやいファクトリーです。大丈夫、ファクトリーはみんな書けるからね。あやい工場ということで、はい。でもひらがなでシャープあやい工場はやめてください。最近ツイッターがね、日本語のハッシュタグが多様になったの使ってます。使ってますね。使ってます。はい、私使ったことないんだけど使ってる。簡単ですよ。簡単、意味は分からない。はい、次に。はい、シャープエアファクトリーで、対応しておりますので、ぜひぜひご覧になっていただければと思います。ですね、それではテレビの前の皆様も、会場にいらっしゃる皆様も、楽しい1時間をお過ごしいただきたいと思います。させていただきます、はい。うち藤原ともみって言うんですけど、はい、藤原ともみがですね、ちょっとバルーンをライブとかでやったりするので、それをですね、ぜひ今回は皆さんと一緒にやろうということで、バルーンを教えながら皆さんと一緒に楽しんでいただきたいと、はい、ご出演者と、あとね、今日お客さんも来てくれてるんで、そのお客さんも一緒にやりたいと思います。お、すごい、初バルーン、初バルーン。すごい。色は何でもいいですか？ピンクがいいですね。わがまま。イメージカラー。これ1個いくらぐらいするんですか？それは教えられへんかな。今日はですね、どうもつなぎありがとうございます。今日はですね、はい、まず超初歩的なものからね、教えたいなと思います。はいはい、
まあ、女の子にはちょっと似合わへんかもしれへんねんけど、はい、男の子が好きな剣を作りたいと思います。はい、大阪弁が似合わない、これ今日はねもうちょっと膨らませてもらったんですけど、はい、まあ、いつもは膨らますときプシュプシュっていうなんか空気入れる専用のものがあるんですね、うんうんうん、それで膨らましちゃいます。でまずこのポッチがついてる方、はい、口のところかな、それ逆です、あ、そうですねを上にしてもらって、うーん、自分の好きな団子、え、結構か、え、これ割れないの、うわ、怖っ怖っをちょっと握ってもらって軽くで、こうくるって回すと簡単に回ります。うわ、怖っ、うおー怖いね、4、5回ぐらい回してください、4、5回ぐらい回してくださいね、オッケー結構割れにくいんでガッツリ回してください。割れにくい割にすぐ戻ってますよ。なんでちゃんと回してる、あ、で軽く持ってくださいね、まだこれほどけちゃうんで、え、なんで、あ、持ってる、オッケー軽く持ったまま、うん、こうグッと曲げてもらって、ごめんごめん、だいたい穴はねこれぐらい、これぐらいかな、これぐらい、うん、それぐらい、うん、いい感じいい感じ、これぐらいで、今度はここのさっき回したとこあるじゃないですか、くびれ、はいはい、くびれとこの何もなってへんところを両方持ってもらって、何その高等技術両方グリッと、あ、無理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 、両方グリッと回ってきた、そしたらちゃんと回るんですよ。おー、すごい、そうそうそう、すごい、え、みんな上手やん、できるできる、ほんで怖い、ほんでこっからですね、さっきの丸ポチあるじゃないですか、はい、この大きさに合わせて4個ぐらい、これ合わせて4つやからあと3個作ってください、丸ポチを、うん、同じように回してもらって、オッケーですか、はい、なんなら今度このなんか何ドラゴンボールに出てくるセルの尻尾みたいなところをセルの尻尾こん中、こっちの中に入れてください。すごっ、全然簡単じゃない、こうなると思うんですよ、あ、それで、こうぐーっと引っ張ってもらって、ここはあれ代表が、代表がってこずってますどこ出てこずってます、あ、そしたらそのセルの尻尾をあ、いや、ダメだ、あ、いや、ダメだ、あ、いや、ダメだ、大丈夫かそう、入れてもらって輪っかの中に、ちょっと輪っかがちっちゃい今更っていうのを言われたけども、はい、はい、で、はい、じゃあ早くいきます、はい、あ、そう、で、あのセルの尻尾はちょっとブサイクなので、ここをちょっと伸ばしてもらって、こっからですね、グッグッグッと空気を送り込みます。うわ、怖いね、これ、うん、あ、すごいですね、ちょっと放送禁止の、まだ時間が来てないので後で、はい、え、なんないなんない、やっと剣の出来上がりです、全く剣じゃないよこれあれおかしいあ、こうなるってこと、
さ、ここ取ってね。あ、ここも取ってない。取って、そうそうそう。ここがツバなの。あ、そう。で、これが剣。え、なになに、これ完全になってはみ出ちゃってる。え、ちょっと向き。あ、そう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 。で、こう武蔵だから。あやみさんの無表情がひどい。はい、でもできて、代表できてます。代表できてる。代表できてる。やった。代表ができるってことはみんなできると思う。あ、三重詩、三重詩。行くぞ。え、待って、誰出してさ。えみちゃん、えみちゃん、三重詩やろう、三重詩。なんか、なんか。やりたい、やりたい。やりたい。え、なんで、なんで。三重詩やりたい。待ち、待ち。なんで、なんで。まあ、そういうのもありということで。なんない。はい、一人はみんなのために、はい、みんなは一人のためにイエーイ。はーい、よくわからんけど、はい、これでできました。分かった、感じしまえ、これだって殺傷能力ゼロでしょ、ね、まずこれは電車でどう持って帰るのか。そうね、そうね。の判断に任せるので、腰につけて、あ、そうね、駅とかでピュって落ちてたらかなり悲しいことになっちゃうので、大事にしてください。だって何枚で、多分空気が少ないんじゃない。何枚で、そう、そういうのもあるだよね。そうだね、そうだね、個性があるね、はい、以上、以上。え、もう一個ぐらい作っとく。プードル作りたい、プードル、プードル。もう一個ぐらい作っとく。じゃあまだあるよ。はい、そんなピンクやったから、ほら、よし、じゃあ今度はですね、もう一個作るのは予想外だったので、微妙なんで、じゃあうさぎさんをね、うさぎさん、うさぎさん、はい、作りたいと思います。まずポチ、回転ポチが上になるんですけど、はい、これちょうだい。ここ、ここ座ったら、あやさん、後ろ座ったらめちゃくちゃ通ってましたけど、大丈夫ですかね。すごいガチに。大丈夫ですかね。まずこっちを上にして、さっきみたいにですね、丸を作ってみます。はい、これが顔になるので。顔、顔ちっちゃい。顔になります。で、うさぎさんなので、耳をちょっと長めに。はい。できたら、二つ折りにして。あら、顔が、顔が、粉砕した。二つ折りにしてもらって。うん。オッケー。そしたらまたくびれと一緒に回します。2回ぐらい回せば、うん、おい、うさぎちゃんの顔がまずできます。お、うさぎだ。うんうんうん、アンバランス、ババーン、うさぎだ。次は体。おい、まず首を作るので、軽くちっちゃい丸を1個作って。うさぎって首あったっけ。ね、ありますもんね。ほら、お客様、お客様みんなに。ある、ある、ある、人間にあるんだから、みんなある。あん、バカ。で、できたら、今度ちょっと耳より短めに。おい、耳より短めに。このソーセージみたいな。おい、うん、これが前足になるので、やばい、これもうウサギだ。でで、怖い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 。あ、ね、ちょっと大変。
こで大変なことに気がついた。何だ？あのね、うさぎさんを作る予定じゃなかったので、うん、風船が余に余っちゃうっていうことに気がつきました。あ、ダックスフンドになるってこと？なので、まあそこはもう個人の判断に任せて、体を長くするか、うん、尻尾長くするかしてもらって。尻尾長いうさぎはあれやから。そう、そうね、体を長くしてもらって、また前足と一緒で同じソーセージを2個作って、またぐーっと回してもらいます。なんか慣れてきた。慣れてきた、うん、結構割れないでしょ。あ、結構割れない。なんかパコンパコン言うたって割れたかと思ったけど。尻尾が長い。うん、これでね、一応終わるはずなんだ。これ不細工でしょ。ちょっと予想外。絶対途中かわいいでしょ。予想外なんです。にゃおね、めっちゃ長い。うさぎ、うさぎ、うさぎよ。ブッサブッサブッサ。でねー、できました。あやいさんのが一番可愛い説。あ、ほんまや。すごい、さすが代表。さすが代表。割と可愛くできました。あ、すごい。じゃじゃん。なんでなんで。多分ね、単純に風船が短かった。あ、短い。あ、みほちゃんのより短かったんだと思う。こっち。あ、こっちか。ででん、でてきました。え、これって屋台とかで300円ぐらいで売ってますよね。なんか嘘、そんなぼったくり。そんなぼったくり発言。すごい。うさぎ結構簡単にできる。首いらんくない？いるいる、首大事。え、首をこうやってちっちゃくすると可愛いです。ほら、あ、なるほどね。これなんかだって、なんかこれ首なしで前足ここにしたらすっげえブサイクになる。マジで、うん、首大事なんだね。首大事、首大事。そう、ぜひぜひみんなもやってみてください。え、結構、あ、かわいい。なんか耳が繋がってる。ね、ほんまや、かわいい。ででん、ででん、しゃ。はい、しゃ。はい、先生。はい。遊んだ後の風船の始末はどうすればいいでしょうか。え、それやっちゃう。ここで交換しちゃう。燃えないゴミへどうぞ。じゃあしょうがないので教えちゃいます。あるの。とりあえず、まあ、こ作った後にカバン入らねえとか、これ処分どうしようかなっていう時はですね、割るんですけど、こうパーンってハーリーで割っちゃうとびっくりするじゃないですか。だからこのピヨンってなってるところを、野生的ですね。アイドルのこんな姿なかなか見れません。お、穴が小さく、え、噛みちぎるんだけど。おー、プシューって、プシューってスーって、プシューってスーってなってますか。多分3分ぐらいしかウサギが。穴を開けて空気を抜くっていう。でもこれは誰でもできるので、あーっていうほどじゃないかな。はい、持った。ぼったくりって書かれてる。じゃあ、いや、うちらが何かをぼったくったわけではない。ダックスラビット。ダックスラビットいいですね。新しい。もはやこれに至っては前後がどちらかわからない。わかるよ。風船。じゃあ、ともみちゃん。はい。あの、うさぎと剣を使った寸劇をしてください。なんだこの無茶ぶりは。じゃあ、今やるんすか。今。よし。村を助けると、村を助けるために、あ、違う、村を助けるために、
りに出かけようか。いや、狩りなんだ。狩りてお、こんなところに本物の勇者しか抜けないっていう剣があるよ。これは、あ、そうだね。これは僕が取るしかないだろう。いやー、お前かい。以上でした。進撃っつうすごいね、さすが大阪人ですね。ちょっとすいませんでした。はい、ということなんで、まあこれ、まあドンキーとかで売ってるので、もし興味があればぜひ買って作ってみてください。お願いします。以上、藤原智美バルーン教室でした。どうもどうも。4コマ劇場、はい、説明しよう。このコーナーはですね、誰やねん。また誰やねん、好きやな、また誰やねん、はい、あのね、仲いいんですよ。仲いいんです。あれ、デジャビュった、これこれなんかデジャビュった、ミカちゃんともこれやった。はい、ツッコみたくなるんですよね。これはですね、天宮にゃおが、画伯、あ、なんかね、画伯キャラになってるみたいなんですね。この私がですね、今日とっさに描いてきました4枚のイラストを好きなように順番をつけてストーリーを作り、4コマ漫画にして発表していただくというコーナーになってます。イエーイ。もともとはですね、これあの萌えプリンアイドルプロジェクトというね、ところでですね、あの私があのミルキーゴールド、ガールズたちに混ざってオリジナルキャラクターを私も作るって言い出したのが、勝手に書いてきたんですよ。そう、勝手にね、あの言ってもいないのに、そう言ってもいないんですけど、あの私のキャラクターを皆さん、あのぜひあの物語の主役にしてくださいってね。じゃじゃん、これはどうなんでしょうね。あ、見えてる見えてる。じゃじゃん、これがこれがですね、噂のコロンビア梅子と申します。今日はですね、性別は何ですか。性別は乙女です。何も何もあってへん気する。体育教師だよね。お姉ちゃん、こんな人に体育教師だったらやばいね。寝技とかやられます。アニメでよくあるオカマの体育教師、オカマとか言わないの、乙女です。性別乙女です。何何ちょーっていうキャラで、性別乙女です。ちょっと今日はね、あのこちらの梅子とともに、にゃおが描いてきました3枚の絵をご紹介いたします。まずはこちらの梅子を使っていただきまして、こちらのじゃじゃん、女の子、おにゃにょこ、女の子、ちょっとね、描いてきます。女の子だよ、おっぱいがあるんだよ。ちゃんと谷もあるよね。結構大きいおっぱいがあるんだけど、にゃおと同じぐらいないね。うまい。それそこはつくもない。後で人のこと言えない。はい、続きましてはじゃじゃん、言えますかね、じゃじゃん、あ、男の子、男の子はちょっとよれてますね。じゃじゃん、ちょっと運動できそうな、そう運動できそうな、こっちがいい、かっこいい男の子、こんな感じ。はい、もう一枚がここですね、あ、違います、ここですね。もう一枚目、じゃじゃん、じゃじゃん、イケメンボーイ、はい、イケメンボーイ、あ、なんかさ、うん、遊戯王じゃなくて何やっけ、玉褒め
あー、ゆゆ拍手じゃなかったんだっけ、不思議ゆうき、不思議ゆうき、ほんま褒めこんな感じじゃないか、勝利でよくない、めっちゃ借りてはん、ちょっと、うめこ並べないでください、うめこ並べないでください、まあ、この4枚をね、使ってストーリーを作ってくださいということですね。これは横ですね、お願いします、難しい、難しいね、なんかもう、なんか、はい、これをですね、こうやって面白くしなきゃいけないんでしょ、そんなそんなくくりはないはずだ、そんなくくりはないはずだ、ボケ狙いか、そうなんですよ、この企画はですね、実はニャオじゃなくて、うん、あやい代表が、うん、じゃあ、あやい代表が来て一番面白い、あ、じゃあちょっと待って、今ガチ考えてるんだ、手本があるでしょ、こういうのは、え、待って、手本を見せていただかないと、うちらできないですよね、こういうのは、新人からやるって決まってるのよ、おー、出た、新人ビリ出た、パワハラ、パワハラっていう、そうね、それを言われると実は画伯と言われるにゃお先生、実は教科書に落書き程度しか絵を描いたことがなくてですね、本当にそうなんですよ、漫画家目指してなかったの、いや全然目指してないんですよね、なのでこう描けって言われてだいぶ困ったんだけどちょっと仕事や思って描いてきましたにゃおちゃんのね、彩色方法がまたこれレトロなんですよ、クーピーで色塗ってるの、クーピーなんてもう持ってないよね、クーピーね、しかもね1年2組って書いてある何年ですか、ひらがなでもうね46年くらい前かな戦前かもしれない、できましたお、できました、さすが新人、さすが大阪人、よくわかんないよ、まず順番、あ、順番いいんじゃない、これ紙芝居にしながら、そっかそっか、はい、じゃああちらに、じゃあですね、はい、いきます、おい、まず女の子から、はい、私ちょっと気になる男の子がいるの、全然ときめいてないよ顔昨日知り合った、出会い系で知り合った男の子なんだけどメールをするとなんかちょっといい感じ、ダンスもできるんだって、ダンスなんだね、ブレイクダンス、かっこいいよね、なるほどね、ブレイクダンスもできるって言ってたしきっと、メールの文章が優しいから、こんな優しい感じの人なんだろうな、ドキ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 、今日は放課後会う約束してるんだ、どんな人かな、からのうめこでした、うわーすごーい、うまいうまいうまい、すごーい、本当にまとまってる、まとまってる、まとまってる、マジで意外と嬉しい正直嬉しいです、ありがとうございます、全然わかんないよこれ、どうしよう、何も考えつかないもっとサイヤ人とか書いてください、そうなんや、サイヤ人ダメでしょ番組的に、サイヤ人とかね書けばよかったですね、ね、ね、はい、嘘、無理、どうしよう、全然わかんない待って、ちょっと気になったこと言って、どうぞ、出会い系アイドルって書かれてる出会い系アイドル、どうしよう来て出会い系アイドル、ちょっと面白いよねこれ、面白いね面白いコメントは拾ってきます、46年なんかって言われてる昭和46年はかもしれないね、昭和リアルだな、なんかリアル、それは逆にリアルだなあ、できた、 あちらの髪おめこから、なんか素敵な男の子いないかしらなんかリアルだなちょっとね、ちょっと素敵な恋がしたいわ、あ、なんかリアルだなザ来た、あちょいちょいうめこ出てくるの面白い俺のことかい、わーわー来た、おー俺と一緒に愛の国へ行こう、愛の国いいね甘酸っぱい感じするね、酸っぱい甘酸っぱい酸っぱい、お兄ちゃん
え、なに、どういうこと？あ、あのね、梅子の妹だった。梅それは BL って言うんだよ。うまいうまい。 BL 教えてくれた。あ、妹、妹なんか普通の音だった。いや、もう全然面白くないよ、これ。いや、いいまとまりだった。だって冷めた顔してんじゃん、一人だけ。そこまで言ったら何もできないよ。じゃあ代表。いや、これがオチじゃないと思うと気楽にできますね。ね、でもやっぱここはうまく締めていただかないと。そうそうそう、締めていただかないと。締める必要ないからさ。締める。4人いるから。うん、大丈夫。あ、3人目だからってことじゃ。3人目。はい、じゃあ行きます。はい。お、早速埋めて。あ。お。いいですか。今日の授業は愛です。愛よ、愛よ、私に語ってください。いいですね、皆さん。私に愛を語るんですよ。ふーん。ちょっとそういう授業おもろそう。受けてみたい。コロンビア梅子先生に愛なんてどうしようかな。ここはもう得意のイラストで適当にお茶を濁すか。ダラン。あ、愛してるよ、梅子。梅子イラストでも無理。そうそう。以上。ああ、これはいいかも。いいおじです。はい。いいおじですね。いや、なんか本当に梅子が半裸なんだよね。もうそうね。やってみたらね。いや、気のせい。だから梅子は体育教師なんだってば。気のせい、気のせい。ここも投げ。半裸。ランニング来てるんですよ。本当に PTA が炎上するよ、これ。炎上しない。あ、炎上。あれ、あの梅子争奪戦で炎上みたいな。梅子いいね。いや、なかなか皆さんすごい、あのちゃんと落ち着けてくださって、いや、よござんしね。あれあれあれ、先生、先生、画伯、まだ一人。画伯、待って、何をして。先生、できてない人がいるよ。あの、本当に何も考えてないです。自らオチをつけるんじゃ。いや、全然だって、考えられなかったよ。だって、なんか BL ネタとかやっちゃいけない。高校にだって進んだじゃん。どうしよう。ね、いや、落ち着きらんないですよ、これ。なんか本当に、あの、4枚、ストーリー性も何もない、取り留めのない。あ、いいから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 。やっちゃっちゃっちゃ。言われたんで。適当に、本当に取り留めのないもの書いたんで、どうしましょうかね、これ。ああ、なるほど、ダンスに見えるのか。どうしようか。どうしようか。え、落ち。ちなみに、天宮奈央ちゃんの本業は、本業何？本業はですね、私、あの、声優ボーカリスト。あ、それが本業？あ、じゃあ、声優の技を見せてくださいよ。うわ。声優の。いろんなことやってるんでね。そうなんですよ。何屋さんかがね、行くとこによって違うんだよね。ねえ、吹き替え声優なんですけど、お、梅子が出てきた。あ、梅子じゃない方がいい。じゃらん。あ、じゃらん。できた。じゃあ、あっち。ああ、最近いい出会いないかな。すげえ。そこです。詰め挟まないで。やり直し。ああ、いい出会いないかな。何か、こう、かっこいい男の子とか。ザ。あ、違う。梅子、待っててかい。いや、あなた。どうオチをつければいいの。どうオチをつければいいの。だけど、いやだ。いや、そうそう、あのね、あ、失礼しました。いや、あの、梅子の想像、あ、こっち。梅子は自分の考えの中ではこういうキャラクターであったみたいな。落ち？ああ、なるほどね。そう。自分は美少女だと思ってたんだけど。なんで自分で自分の家を説明するのやっちゃいけないことだよ。それは芸人限定だから大丈夫だと。やっちゃいけないことだって。
の、あの、違う、なんかね、BL 好きなのって言われたんだけど全然好きじゃないですよ。だってなんかもう梅子が来たらさ、なんか BL 方向に進むじゃん。だって進まないよ、乙女だよ、性別乙女だよ。いや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 、こういうことで、あの、あ、面白かった。面白かった、 ありがとう。じゃあまた今度スーパーサイヤ人でも書いて。そうだよ、クリリンのことかを書いてください。あ、クリリンのことを書きます。はい、それではですね、このコーナー、コロンビア梅子の4コマ劇場をお届けいたしました。どうですね、私作曲家である、あやいなつこが楽曲提供している、声優だったりアイドルだったりにもというご登場いただいて、ピックアップした1曲を語っていただこうというコーナーです。はい、というわけで第2回目なんですけれども、前回は、井上美優ちゃんで食材のマリアという曲について語ってもらったんですけども、今回はですね、あやファクトリーのひどっこ いつまでひどっこあやファクトリーの秘密兵器、いつまで秘密兵器藤原智美ちゃんに登場いただいて、語っていただこうと思います。はい、あの、何やっこバトンアイドルっていう形で活動してるんだけども、はい、すごく、あの、あと、あれ、智美と私の出会いはもう2年前になっちゃう、1年半1年半でね、はい、あの、初ライブの時からアヤファクトリーのライブに出てくれて、で、今トモミが持ってるオリジナルは3曲ありますけど、3曲とも私がですね、あの、作曲を歌っていただいておりまして、はい、塩もみもみされてる、塩もみをしてます。はい、はい、というわけなんですけれども、今まで、歌ってもらったこともある持ち歌選曲なんでしょう。お兄様、スイートドリームショータイムズバズバです。はい、あの、ファーストがお兄様へという曲なんですけれども、この曲を書いた時には、まだそんなに藤原ともみというパーソナリティをですね、私自身がバッチリ理解しきれていない時期に書いたっていうのもあるので、なんか理想大丈夫ですか？はい、あの、妹っていう雰囲気をピックアップして作った曲なんですけれども、その後にどんどんともみのキャラが固まってくるんだよね。バトンが得意なんですとか最初に言えばいいのに、ずっと隠してるの。得意、初心者ですよ、バトンが。でもなんか普通に歌ってるよりダンスが好きなので、うん、何かパフォーマンスやりたいなと思ってドンキで購入しました。はい、そう、このバトンもね、今でこそこのキラキラバトンようやく買ったんですけど、ずっと何ヶ月もリアルバトン、なんか練習用のリアルバトン競技用の銀色の棒で、ここが白いやつ、そう、しかもちゃんとあの汚れてる真っ黒になっちゃった。早いとこ綺麗なステッキ買えって言ってて、ようやくね、はい、だいぶそれはもうドンキで買いました。はい、飛んでっても人傷つけない。あ、あれよりはだいぶ、あ、でも本当だ、プラスチックなんで恐竜って重いですよね。重いです、ここが鉄みたいなやつなんで、うん、うん、はい、という形で、どんどん藤原智美としてのパーソナリティがですね、何はこうとかボトムとか固まっていったので、誕生日の時に
藤原ともみの4歳の誕生日の時になんで隠したんですか。なんかすごい年いってるみたいじゃないですか。じゃあ17歳のそれ嘘だね。それちょっとはい、誕生日の時に、はい、そろそろまたじゃあ曲を書こうかということで CDR 限定で作った CD の、はい、今回ご紹介するシートドリームショータイムです。はい、という曲になっております。ちなみに今、はい、バックでねずっと流れてる曲なんですけれども、はい、じゃあこの曲をですねまずは衣装でアピールしてもらいましょう。はい、でんでんでん、ファッションチェック。はい、この衣装のコンセプトは、はい、マジックステージっていう感じでチョイスしました。はい、ダンキです。選んでよろしい。はい、ともみ先生、はい、なんでともみ先生のスニーカーはいつも外れてるんでしょうか。映んないかな。映んないんですけど、スニーカーの、あ、映った映った。これ試してるのはここ足つけちゃうと足首までがっちり固まって動きにくいので外してます。そうだ。まあ正直ファッションではないということですね。はいはい、ともみ先生。はい、代表。いい加減衣装の靴を普段履きするのやめませんか。お気に入りなんです。こいつがいないと藤原生きていけません。ちょっと貧乏キャラなんだけどね。そしてちょっと貧乏キャラそんなキャラ。まあ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 そんな感じです。はい、あ、はい、じゃあちょっとそこのホワイトボードを、あ、はい、いいでしょうか。ホワイトボード、あ、ホワイトボード、こっちにあった。でね、この曲の世界観を一言、あ、一言やめよう、漢字で四文字熟語で。難しい。無茶ぶり。かなり無茶ぶりですね。考えていてください。シンキングタイムな。シンキングタイム。はい、え、ちなみにこの曲はですね、作曲がやりましたので、作詞が一応サーヤさんっていう方のね、作っていただいてるんですけど、まあ、この曲に関してはサーヤさんに丸投げでは特になく、私の方でほとんどの指定をしてて、バトンとかバルーンとか、あと途中でここはこういう関西弁を入れるとか、あと出来上がったものに対して、うん、これちゃう、これはこうねみたいな検索を入れたりとか。サーヤさん成分は 60% ぐらい、まあ、40% 私がちょっと意見を言わせていただいております。という形で、あ、できてできたっぽい。見ちゃった。それでは発表していただきましょう。藤原智美のスイートドリームショータイムを4文字熟語で表すと、ドン、起死回生。なんで？なんで？なんか起き上がって、あ、なんか深い意味を話すと、はい、今回、まあ、そのあやいさんに会うまでは全くその歌っていうことに勉強してなかったので、まあ死んでたっていうか。けど、あやいさんに会うことで起き上がり再生したよ的なね、新しい藤原ともみが再生したよ的な。ちょっと意味が違う気がするんだけど。今ね、なんかね、お客さんがね、辞典を引いてくださって。引いてないの？なんだ？誰か引いて。あ、すいません。なんか、誰かともみに日本語教えてあげて。まあ、そういう藤原の解釈で書かせていただきました。それさ、藤原ともみってやって別にこの曲じゃなくね？そうね、うん、そう言われてみるとそうね。はい、仕方ないか、まあ、仕方ないですね。呆れられました。はい、いいです。ことこと可愛いです。すいません。ではでは、はい、最後にですね、この曲の世界観を使って、ともみは声優とかもちょやったりとかしてるんだよね。はい、ということでセリフでこの曲を表現していただきたいと思います。あの
セリフじゃなくてネタでもいいですか？いいよ。どんどかい。これはちょっとですね、あれです。あのまあうち結構お笑い好きなんで、若手お笑いの方とかいろいろ見てるんですけれども、そこからちょっと拝借いたしまして、はいはい、ちょうどいいのがあったので、この曲を表すのにちょっとそれをやらせていただきます。はい、タイムマシン3号さんからいただきました。はい、僕ミッキーだよ。テンテレレチューチュレレレチューチュレレレレチュレレ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 レボツボツボツバーっていう感じで締めます。あれ、いいや、もう伝わりました？伝わってませんけど、あえて解説はしないでもらいたい。まったくね、ネタって芸人なんかとかね、尻滅裂だなとかって。それは悪口ですか？ちょっと悪口禁止。いや、なんかこれは褒め言葉ですか？どうだろう。うふふ。ではでは、最後にですね、はい、あのちょこっとだけワンコーラスを実際に歌ってもらいたいなと思います。はい、じゃあそこの広いところどうぞ。頑張ります。ワンコーラスでいいからね。はい。マイクかっこいいですね。高そうでしょ。ゴールドです。あ、カメラ、あ、こっちじゃあお願いします。偶然見つけた絵本をめくるように扉を開けたら君の笑顔が見えた。色とりどりの光が描き出すストーリー。銀河で一番素敵な消防タイム。くるくるバトンを回して、君と君の心をつなごう。キラキラステージ跳ねたら Kiss me, kiss me, kiss me。独り占めして、はい、でした。はい、というわけで藤原ともみのフルトドリームショータイムを聞いていただきました。聞いていただいた通り、バトンとかクールに回してとか、ね、このやしさを随所に散りばめていただくことになっております。この CD はどこで手に入るのかな？これは藤原ともみの手売り販売のみです。イエイ、はい。2番の歌詞が大阪弁入ってるので、うん、結構好きなんです。そうだね。あ、今ね、ちょうどなんだ、はい、なんでやねんってね。そうそうそう。はい、はい、ということで今回ご紹介したのは飲み箱バトンアイドルの藤原ともみちゃんでした。後半ラストにもまたね登場してもらいますので、はい、チャンネルはそのままで。ありがとうございます。
ということでですね、はい、すごい場を任されたんですけどやりづらい。ですね、ではですね、ここでシングル CD の宣伝をします。わーい、じゃじゃん、じゃじゃん、はい、こちらですね、9月9日発売のシングル青色時計になります。わほい、全部で6曲入り。じゃあ初公開裏ジャケディリンディリン、はい、ということでですね、こちら6曲入り3曲ですね、青色時計とアゲハチョウとスリープタイトが入っております。9月9日からですね全国流通で発売されますので、ぜひですね Amazon さん、楽天さんで買うか、もしくはですね発売しましたら私の方にまで、はい、買いに来てください。よろしくお願いします。タワレコードさんとか HMV さんでも買えます。しくよろということでですね、それに伴いまして9月の11日にワンマンライブがあります。9月の11日お昼にですね、渋谷オークレストさんでワンマンライブがあります。こちらですね、バンドライブとなっておりましてですね、迫力満点な感じになってます。普段の有坂よりも楽しいライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。そしてですね、それはですね、こちらの CD ですね、そのライブに来ていただければなんと無料でプレゼントさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、9月の18日に高崎イオンモールさん、また10月の1日にですね、栃木小山のイオンさんでですね、インストアイベントが決定しております。はい、みんなで群馬と栃木に行こう、北関東ということでですね。はい、ではですね、このシングルの収録曲の中からですね、2曲目のアゲハチョウのプロモーションビデオをですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。どうぞ。ではアゲハチョウをご覧いただきました。続きはウェブで、うん、はい、これ YouTube とニコニコ動画で CD に収録されているバージョンとは、あ、全く同じですよ。はい、だから CD から、はい、動画から音抜いたりとかしないで買ってください。メッセージに、そうだね、プロモーションビデオはフルコーラス
ね、そうですね、公開しちゃってるからね、はい、YouTube でレッスンとか、うん、ニコニコ動画で皆さんいろいろ映ってください。ぜひ私も自演してる自演してるのかい自分で自分を褒めてます、はい。ちなみにあのこちらの CD はアヤヤファクトリーの方から発売されますので、うーん、バイオリンとかも、そうそうそう、ヤスキさんが弾いてくださった。3曲目のスリープタイトということなんですけれども、まあ、あのアヤイのユニットのバイオリニストの澤さんが弾いてくれる人が、うん、超やばいですよ。なんかなんじゃ、なんかちょっと世界観がなんか壮大になりました。そう、あのうちでちょっと作業してるときに、あの今回全部私がかかってるわけじゃないんですけど、仕上げの作業をうちでっていうか、うちのスタジオでしてるときにですね、ちょっとこうせっかくだからね、じゃあなんかやつは引きたがるよとかってそうそうそう、え、本当ですか。その前いなかったんですけど、いつもあのこの曲好きだし嬉しいですね、はい、あのえみちゃんとねよくライブでご一緒してるんですよ、私もやっちゅうね、びっくりしました、はい、それでね、せっかくだからってことでスリップタイトはバイオリンも入れまして、これね写真もついてるんだけどマジヤバ、マジヤバい、なんか CD がめっちゃ可愛いでしょ、マジヤバい、マジヤバヤバい、そうなんですよ、写真見ますか、ダメ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 そんな別にいやバンナとかじゃない、特典お花ではないけど、バンナでは、うん、世界観にあった、はい、ぜひぜひこちら9月9日 AYFF0012 でお店でも何でもね、あの取り寄せもできると思うのでよろしくお願いいたします。ちゃんとバイオリンが鳴ってますよ、本当に向かって一番右、アイドルらしく座っとけ、私のことかな、ともみだよ、ともみのことじゃないかな、私か向かって一番、向かってだからともみじゃないかな、うちか、おかしいな、私けの字にしとけばいいな、結構きつい言い方ですね優しく優しくお願いします、女の子わかりますか、すぐ来る、はい、そうそうそう、はい、それではですね、感想とあと告知の方を一緒にねしていただこうかなと思います、はい、えみちゃんからどうぞ、はい、これです楽しかったです、本当で、あ、これ楽しかったです、ただ持って帰りはしないと思います、はい、9月11日渋谷オークレストで君を待ってるぜ、はい、じゃあ、はい、ですね、あ、乙女はガラスのハートですもう突っ込む気が失せたはい、ですね、今日は、うん、とても楽しかったです、私は風船持って帰ります、ありがとう、はい、告知ですと、今週金曜日から、来月より、はい、あ、来月より毎週金曜日夜7時半から、私ともう一人相方のグランプリンというね、あの2人組のユニットをで歌わせていただいております、そちらで、FM 浦安で、ラジオ番組させていただきます、ウィンウィングランプリという、タイトルで、あ、違うんだなおいしい違うなちょっとあの音楽とかね紹介するラジオ番組になっておりますので、皆様毎週金曜日、ラジオの前にお願いします、バンかっこいい、ドヤ顔、かっこいいか、ドヤ顔、はい、あ、藤原ともみです、今日は、このキバテレビさんはですね、すごく初めてだったんですけど楽しかったです、告知としましては、今ザックザクインの、2011のファーストステージの方に、グラビア活動で出させていただいてます、詳しくは藤原ともみグリーの公式ブログ見てください、お願いします、はい、あやいなつこです、ディアーというシングル出てます、8月3日にメジャーデビューしました、おーすごい、これが9月、9日に発売される、同時発売される萌えプリンアイドルプロジェクトのドラマ CD の第1巻です急いでますというわけでですね、今回、お送りしたこのメンバーなんですが、次回は9月の4日出演はあやいなつこ、藤原ともみ、天宮奈緒、あと翔の勇気でお送りいたします、この放送はあやいファクトリー代表の私あやいなつこと、ありさかえみと、天宮直人、藤原ともみでお送りしました、また見てね、ありがとうございます、今度は4日だね、